琉球エキスプレスは、マルエフェリーが運行していたフェリー。ニュー・アカツキの代船として、山西で建造され、2003年2月に、阪神・沖縄航路に就航した。本船の就航により、ニュー・アカツキは、鹿児島航路へ転配された。鉄道建設、運輸施設整備支援機構の共有建造制度を利用して建造された、鉄道、運輸機構との共有船である。 本線は、就航から一貫して、阪神航路に廃線されているが、阪神航路は、離島住民の少子高齢化、格安航空会社の新規参入などにより、乗船客が減少、将来的な旅客需要も見込めず、早急に航路の収支改善を図る必要がある、ことから、旅客輸送を行わない労働線による運航への転換が決定され、 本線は2017年10月10日に運行を終了。本線の大線として、琉球エキスプレス5が建造され10月12日より東京航路に就航。阪神航路には従来東京航路に配線されていた琉球エキスプレス2が10月11日より就航する。その後、本線は韓国に売却され、アリオン J10 に改名した。 阪神航路月間6往復から7往復のダイヤで運航される。うち2往復は、徳之島と沖の選ぶ島には寄港しない。与論島は、臨時寄港のみで通常は寄港しない。標準ダイヤでは、下り便は、神戸出港が1日目14時、なぜ入港が2日目21時40分、那覇入港が3日目8時30分で所要時間は42時間30分、上り便は、 那覇出港が1日目16時、なぜ入港が2日目3時30分、神戸入港が3日目10時で所要時間は42時間となっている。2006年10月までは宮崎港に寄港していた。先週限と先尾両限にランプウェイを装備する。本線はトラック、乗用車のほか、コンテナもロールオンドールオフ方式で車両甲板に搭載する。 旅客店員800名のニュー赤月に対して、本線は240名と、旅客店員が3分の1以下に削減された。予約制となっており、繁忙期などに予約がない場合は乗船できないことがある。長距離航路であるが、レストランは設置されておらず、教職設備は自動販売機のみとなっている。交通バリアフリー法に基づいて作成された、鉄道、 運輸機構の旅客船バリアフリー設計マニュアルに準拠したバリアフリー高度化船である。通常の船内設備に加えて高齢者や新商社に対応した客室、多機能トイレ、車椅子対応エスカレーター、エレベーターなどのバリアフリー設備を備える。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備娯楽設備2012年6月18日4時30分頃、 なぜこうから大阪南港へ向かって航行していた、元船は大阪安東部の阪南港、阪南2区北防波堤東大から西北西5.3海里の地点で、阪南港から神戸空港沖の漁場へ向かっていた船引き、アミン漁船住吉丸と衝突した。衝突により、琉球エキスプレスは、右舷船首部及び右舷外藩に、 作家賞、住吉丸は、重戦の左限船手部に割り損及び魚老設備などに損傷を生じた。事故の主因は、琉球エキスプレスが前方を横切る住吉丸の進路を回避しなかったこと、また、住吉丸の動静監視が不十分で警告を行わず、衝突回避の協力動作を取らなかったことも一因とされた。運行基準では、船長が、 選船式を行わなければならない海域であったが、事故発生時は、選船式を一等航海士に任せていた。ありがとうございます。